はい、順次です。では今の Find My Destiny 続きをやっていきましょう。ステージ5の途中からですかね。おお、流されるね。で、今回でボスまで行きたいなと思ってんだけど、どうでしょうかと。いい感じだね。で、下じゃなくて、うわ、これちょっとむずいね。これ、むずくないか？大丈夫？え？どうやっていくのこれ？そこは、最後のは、ああ、そういうことか。そういうことか。こういうこと、おお、来れてますね。あ、いいね、いいね、いいね。ちょ、嘘、そっちか。そっち向きの流れね。了解。よいしょっと。せっかくいい感じに行けたのにというとこなんだよね。もう全くやってくれるぜ。ほっ、よし。で、ここよし、これだ。さあ、ここが右にそうね、ついてるから威力がね。なので、よっ、よし、来た。オッケー。ほっと一息。さて、次は下に、あ、ツタあるね。ツタちゃんに、これワンジャンプ越えできる？あ、できるか。あー、なるほど。ワンジャンプ越えの、ほはほはほはの、ほは、くそ、むずいね。なかなかだ。このステージ、本当にアスレチックで、まあ、面白いんですが、あ、来た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 。で、え、あ、上に当たった。マジか。なんか、もったいないデスしちゃいましたね。よ、おっと。むずいね、ここ。ここ。ここむずいな。うわお。あー、でも下まで行ければいいのか。とりあえずそこまで行ければ、とりあえずは、行け。おーし、来た来た来た。そうね、ここまで来れれば、あとはもうデス要素はもう皆無ですから、あ、ほいっと。なんか、怪しいとこある？あんまないよね。行こう。よし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 。さて、ボスまで行けるかしらと。これどうやって行くの？ダメだよね。ツタ、ツタないけど、どうやっていくのこれ。これどうやって、あ、これつかめる、あ、つかめるのか。そしてめちゃめちゃ可愛いな、この後ろ姿のキッドくん。この後ろ姿というだけで、この無防備な感じがたまらないぜ。さて、ってことは、待って、上にジャンプできない、できない、つるじゃん、あ、こういうことか。あー、つる、あ、わかりました。そういうことね。中間セーブまでがちょい遠いけど、まあなんとかなるでしょうと。ここで、こ、あー、そこか、そこつかめということね。よいしょ。ほ、待ってね。よっ、よし、来た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 。で、つると。で、ここはワンジャンプ、こういうところは大丈夫。そして、で、つる、つる、いけるか、これ。いける、よしよしよし。で、ここちょいむずいね。ほ、アップな。よし、来れた。後半一発。そして、ここは、そこのツタにつかまりの、ここ、よしよしよし。感覚慣れてきましたね。よし。で、これさ、あ、いける。よしよし。わかったわかった。で、トゥル。んで、持って。あ、トゥル、危な、トゥル、よしよし、トゥル、オッケーオッケーオッケー。で、最後、お、待って、そりゃないぜ。まあ、どんな時も油断するなってことを言いたいのかしら。きっとそうなんでしょう。油断してるつもりはなかったけど、まああれはちょっと誰でも当たっちゃうよね。これってやっぱりトゥルド、よし、来た、オッケー。そういうこと。さて、ここもまた狭いところくぐらせますな。よっ、あ、でもそれは今みたいなワンジャンプ降りしないと、ここら辺から、よっ、よし。え、これって待ってね、これって、いや、嘘、一か八かだったけど、ダメか。そうするとよ、まあ、ここはしょうがないよね。こういくとして、打てな、あ、こういうことか、こういうことね。こう、ここで、あ、おー、いいね、いいね、いいね。で、そこも、よし。え、うわー、過酷なことやらせますな。ほっ、あん、あん、そこむずいな。そこちょっと、難しくないかい？よっ。あ、いけるいける。もうちょい。で、もう一回。もう一回よ。よし。んで、来た、来た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 。オッケーオッケー。そういうこと。んで、これ、
下までワンジャンプ取っとかないとちょっときついよね。あ、ちょっとジャンプ押したよ。そこが難所難所難所。よしよしよし、押せてなかったのかしら。もう一回やろう。お、来た来た来た、オッケー。ふい、難しい。これ左とかどう？左いける？いけないかしらね。いけそうな気もするよね。あー、ダメっぽいか。おっと、そしたらまあいっか。左はいいとして、あい、ああー、うん、ないよね。そうしましたらまずはツタから始まる。ここから始まる。よし、そしてこういう感じでかいくぐっていき、でそこのツタに一旦着地と。で壊しいの。うわー、またすごいことやらせますな。あ、しま、嘘。あ、そうだ、ジャンプで発射できないんだ。あそこ結構むずいんじゃないか。これだってジャンプで出られないから一旦こう降りるしかないんだよね。でそこでジャンプ、うわ、そうなっちゃうよね。いかにして小さいジャンプを出すかってのがまあ鍵なんでしょうけども、ここはほっ、あ、来た。よしよし、ギリギリだね。シビアッチだね。でちょい上行ってトゥル、よし。うわー、すごいことやらせますね。この辺は本当に怖いぜ。ほ、うわ、ちょっと降りてなかった。くー、まずここがむずいんだよ。ここが、よし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 、あ、こっちでもいいか。上じゃなくてこっちでもいいか。ここでも多分掴めると思うんだよ。いくよいくよ。ほっ、そうそうそう、多分上からもいけると思うけど、こっちの方が多分いいよこれ。よし、あっぶなーい。でスルッと。さてボスいないね。ボスルームまだか。ってことはもうちょい続くのかな、このステージちゃん。よっ、おっかないんだよ。だからでセーブあそこね。よっ、頭打ち。ここさ、なんかあのデスっても右下の何、あの葉っぱだけ残るんですよ。なんかこれありそうですよね。あれなんか謎ありそうだね。ちょっと探してみましょう、その辺含めてね。今回はちょっとボス前で1パート区切りたいかなと一応思ってます。多分ボス入ったらまあそこそこまた長くなりそうですしね。まあ、やっぱり難易度も上がってきてるんで、そんな感じに。これ待ってよ、飛び出しちゃったけど、ま、待って、まさかあそこまで行けってこと？右下いいでしょ、行けるか。うわ、そこ次のマップで最後なのかどうなのか。よっ、行け。でちょっと、うわ、そこ掴めないよね。針がなければいいんだけど、あるから、だからちょっと、うわー、つかめないね。そう、むついね。そろそろいけるんじゃないかと思うんだけどね。よし、来た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 、ギリでつかんだね。これなんだろう、ちょっと行ってみようか。うん、なんだろうね、なんもないね。あー、なんだろう、うん、特別あの壁にも入れないし、一回セーブ取ってから降りてきましょうか。その方が多分いいから、一回ここネズミします。ネズミね。ほっ、よし、でタンタン、よし、オッケー。これで一旦戻って、ちょっと右に伝いながら下に、あー、何もないか。隠しかなと思ったけど何もないですね。うん、怪しいもんねこれね。でもね、よし、では何もないことが分かりましたから続きいきましょうか。これはこうか。うわー、なんかすごいね。よっ、アップな。ナイスキッドくん。そして次は下、これはいける。よし、うわ、そこか。狭いところ、狭いところ、アップな。んで、あ、わかった、こっからはまあそれほど難しくはない。あ、そいっと。次のマップでボスがいないか。じゃあそうね、ボス前で一旦区切りましょうか。マップ数はきっと変わらないとは思うんだよね、きっとね。うん、だからやっぱ単純に難しくなって時間を要してるっていうことなのかもしれないと思います。うわ、セーブ、ここセーブなくない？マジか、過酷っちだねこれ。ほっ、まあやっていくしかないか。で下まで、下までか。ほっ、あ、危ない、これ危ない。よっ、うっそ、あ、そうだ、そこ針ないなら針つけばよかったな。あ、ここもだ、右の葉っぱちゃんが前に。さてさてさてと。よいしょ、でもそんなに難しくはないっすかね、その分ね。ほっ、よっ、
よし、オッケー、アップね。さっと。そこなんだろ、ここ。なんもないな。なんか怪しい感じしましたけど。よっ、あ、しまった。足らない。でも次のマップ多分なんかボス前っぽい感じがするけどね。どうでしょうかと。よし、アップないな。いつもいつも。よし。そして、トゥルトゥルトゥルで行きましょうか。よし、来た。で、上行けないから、まあなんかそのスペースも、あ、違うか、こっちから行くのか。これ右は？右何これ？お、え？ん？待って待って、これなんか怪しいね。怪しいぞ。上も、上行けない？これ、あ、行けないか。あ、行けないか。どっちにしてもこっちは行けないんですね。あー、そういうことね。わかりました。よし、ではこのマップを越えたら今回のパートは終了しましょうか。まあ、思いのほかね、結構長い、まあなんかマップ数も比較したら多いのかもしれませんけども、まあ、やっていきましょう。これは、あ、乗れる判定ありますね。ってことはこれ乗ってけ系か。あー、なるほどね。で、上まで行けってことね。あ、了解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 。その手のギミックなら、あ、もうサクサクと。あ、待った待った、丸太踏み外しちゃったね。あー、なるほどね。そしてバスター当てて、あ、待って、これ、あ、ブロック判定になってんだ。ブロックってか、あのチョコレートバー判定なんで、もう本当に着地しなくてもこういう風に、あの、こう、なんていうの、せり上がることが可能ですね。よしよし。なので比較的やりやすいね。ターンターン。さて、え、まだボスルームないの？そうなんですか。じゃあこっから先は次回のパートにしましょうか。はい、ということで、思いのほかね、このステージ5のジャングルの深みにはまっているキッド君と私ということで、次回はまあそうは言っても、あのボス前と、まあボス前っていうかボス撃破まで行けると思いますので、そんな感じで攻略していきましょうですね。はい、ではまた、あ、なんだっけ忘れちゃった。では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。